彼らは彼らで自分たちの仕事のやっぱ価値を見出してプライドを持ってるんだろうけどこちらからしたらね人が作ったものを店頭に並べてるだけだろうとここまで出かかるわけです。うん、メーカーがものづくりにかけている開発、ね、マーケティングね、うん、あもちろん製造工程の生産技術だとか、うん、そういうことに対するリスペクトが薄いなということが根底にあったわけよ。それではご覧くだとい,い,ってっていうところでそのあたりのその勢力図みたいなものっていうのは。 大,きかったのは大とまあそのーもう、まあ、大、まあ、セゾンはねちょっと、はいまあ、特殊だっけなみんなが知ってる糸魚家堂とかかな糸魚家堂とか、はい、ジャス君あのね岡田拓也さんとね、うん、糸松敏さんってすげえ仲いいんですよ。うんへ ジャスコの、それこそ、社外、監査役とかを伊藤正俊さんしてるし、えっと、よくね、清水信嗣さん、ライフの清水さんと、伊藤岡田の伊藤さんと、岡田拓也さん3人で、えー、虎の門んな青柳っていう日本料理屋で飯食ってたから、あの、今でも青柳ってんのかなないないない、あの、ほら、あの、あとから小山さん、あの、 広げすぎて潰れちゃったんだよ飲食店と,店と店と店と屏風が広げすぎると倒れるっていう、うん、よく飯食ってるすげえ仲良かったの中内さんとねお母さんは仲悪かったあ、うん、そうなんですか、うんまあ良内さんはちょっと孤高の人だなあと<ー>その多分堤さんとだからもう声優と大英はもう大英戦争あかあの赤羽戦争とか言って<ー>もう赤羽にもう大英を 作るんだけど声優ストアがあるその机そしたら、はい、あのここに1号店があるにもかかわらず、うん、その5 0ル先ぐらいに2号店をその堤さんがまた作るみたいないろんなこうこの 2, 2人はすげえいろんなところで当てつけというかいじ <laughs> さんがねやっぱり、まあ、性格の難しい人だったからあの人はねあの あの知的貴族を気取ってた人だから中内さんみたいなたた,た,たき上げの人がね多分合わない多分生理的にねなんか嫌いなだで、ね、でもなんかそれでこういろいろね立ててそのスーパーを作っても売れる売れないみたいなのもあるでしょうし大大変変ですよね<う>会社ととしてはちょっと大変いやだから別にそ,それこそだから中内さんはにまあ要は西の大英東の声優っていうふうに言われてうん、うん、昔はね、はい、それから東京に進出する ガガンガン,ガン,ガン進出していくんですよあと長崎屋とかああ長崎屋ありましたねあの岩田さんねはははがこうやってるからそそこにはねジャスコとか入っていかないんですよ<ー>そもそもだからもう提携とかをして千葉の扇屋とかいろんなその伊勢人とかいろんなその地域のところをこうゆ,るゆるく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 頑張って参考にも話持ってったんだけど参考は打撃取られて丸八になっちゃってとか<ぁ>、うん、でなので さんん無理しないんですよんそもそもジャスコの架空が上げにもうけるなあの下げにもけよって言って要はこういい時はこう手を出さないでこうもし下になったら買いたたいて隠<ー>離でくれみたいな。まさにそうだよね<ー>だから内映画とあの結局潰れたあのもう直接的な打撃っていうのはバブルがはじけたことだから<ー>内映は全部あの事故物件だったから事故って大島だったなよ <laughs> ううじゃない自分で、はい。 地べたたから買っててその上に店舗を建てたわけだから当時はだからまあ高度成長からの,あのね土地神話の時代だからまさにそれでもっときゃ資産価値も上がるしってやった結局バブルはじけてそれが重くなっちゃったって今考えてみたらそのさっき言ったようにねイオンってデベロッパーになって土地からって言ってだからまさに下げになって土地が下がってからやってるんだよね。 流通の時に大店舗って百貨店舗の後に大店舗ができるっていうのあの要は中小零細を守るためにあの大きな5,000平米とか以上はいろんなその通産大臣の許可がいるっていうことがあって大きなあの店舗を建てられなかったわけです年ぐらいからそうするともともとあったものが強くなっちゃって要はもともとあった大英とかは何ていうのかな 努力ををしなくなくるるわけですすどどんどん落をする結局ジャスコはどもうあの中心に建てられないから郊外にもう,こうモータリゼーションの時代で郊外にに行かかなななきゃいけないいけらイオンモールみたいになるんですよ<ー>そ,のその大店舗ができるまで百貨店舗だった時は三菱、はい、商事とダイヤモンドシティショッピングセンターっていうのはもう作ってたんだけどその大店舗でなかなか広がらないわけで、うん、イオンモールを後々それで合併するんだけどだから今。 そそれこそ田舎行ったらイオンモールしか遊ぶところないって言ってたのよ。うんうん、で仕方がなくそこに立てていったんです最初からそういうものをこう想定してたって言うけど、はい、無理もしなかったんですよジャスコは。でそれこそ<ー>えっとジャスコもお、あのー、クレジット会社持ってクレジット会社が最後そで、ね、そのバブルをはじけて、はい 1>, えー、1兆2,000億ぐらいの借金でダメになるんですけど。 中吉さんだかも今言ったみたいに土地が上がるからいっぱい土地を仕入れてそれで借金繰り返して最後3兆円ぐらいなんですよで全部これ個人保証してたから大中尾さん全部持っていかれて最後は本当にマンション一つしか残んなかったんだけどそのマンションの最後あれでしょう最後の死んでからじゃない死んでから三井住友が取三井住友銀行がそうそう俺だってそこで三井住友の役,あの役員に接待されたもんうちの実家のそばの,あの女学館の隣のマンションだよ そこの一番大きい部屋死ぬ前だから死ぬ前はだからあの時西川さんがマンションだけは残しておいてやれって言って、うん、全部取り上げなかったって<ー>でも,も死んでも持っていく最後は流通科学大学だけしか残ってなかったんでそれで何の話したっけそのあクレジット会社を持ってて、はい、その花博って、うん、花と花と緑の博覧会あでジャスコもねあの時に なんかフビリオンがなんか出してるの<ー>でその時に重大事故を起こしたんですよ。え、そうでしたっけ？はい。で死んではないけどなんかもうなんか,なんかジェットコースターかなんかわかんないけど<ー>なんか事故を起こしてるんですよ。はい。その時にちょうどバブルの時だったんで、うん、貸し付けとジャスコに対しての貸し付けとかをストップさせられる、うん、岡田拓也さんは、はい、いやあの時の判断が間違ってなかった私はこう来るものをこう これはちょっっとと危ないと思ってあ、うん、げに儲けようではないからげてる時はここはだ黙っておこうっていうことで要はだから破綻しなかった、うん、結局だからダイエーとセゾンはそれで破綻するんでどん,どん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 貸し付けられて拡大をするからすごかったもんあ後でダイエの話になった時に話そうと思ったけどそれこそ福岡ドームが、うん、あのー、できた時に招かれていったわけです、はいええ、よ。750億 でそこのホテルなんだっけな何とか横にホテルがあらせたよく,よく泊まってた桃ちのねあんなちょっと海の外れに、はい、あそこも全部で1200億ぐらいだったかなあそこ開閉式ド,ドームで尊徳、ね、さん、はい、これ1回開閉するのいくらかかると思いますよ電気代がいくらだと思う、うん、ええー、で電気代ですよね、うん、10万ぐらい。250<万> あごめんなさい本 <laughs> 10万だったらあんまりその俺がいくらだと思うって聞かなくてもそうですよねまあ俺の一針でもないけど <laughs> いやだからそれはね比較対象おかしい <laughs> 俺の一針で12回大変でき <laughs> <laughs> <ー>っていうなんかもうすっごいこうバブルのなんていうかなでイケイケだったんだよね、うん、その大栄がでもこれはちょっと余談だけど、はい、大栄はその球団として ななかかその応援が得らのんでかって言ってあそこには七社会っていうああなたよく聞くやつですね9社会名古屋ご設計んかその地元企業の偉い人たちがいるわけですよ別にグローバルな企業でもないくせにんかそこに挨拶がなかったみたいな感じでちょっと偉そうな話をすると HIS の澤田さんがあのハウステンボスに行くに社会にはちゃんとご挨拶行きますよ「もちろんです」と。 そうしないとあそこがうですか、はい、あのー、あの社会だってさ、はい、あのー、なんか偉そうにしてるけど例えばだからさっきのね名古屋のご設計とか言ってるけど、うん、3つぐらい潰れてるしさでもまだごご残ってんだよその違う会社になっての社会だって福岡,福岡シ,あのシティと西日本銀行か、はい、あのが合併して2つになってるから結構ダメになってそれで1つ間から今 JR 九州が入っての、うん、社会に入ってるんだけど。 ああ宮殿が一番で当然電力がめっちゃ強くってはい、はい、電力もやらないとな、うん、まあ田舎者のプライドだよな、うん、あの全国規模になってる会社に対するなんだっけせめてものプライドなんだよ、うん、この地元では好き勝手させんぞっていう。うん、なでしたらなんかその中で、はい、いろいろなまた派閥みたいなのがあってだいたい大体九大九州大学で筑紫ヶ丘高校か 周遊館かみたいな、高校で。そう,そうですね。あ、あの。名古屋だって、東海高校か。東海やったらオッケーみたいな感じ。<ー>他のところから行ったところで、名大、名古屋大学ってまた違うの、うん、高校が九十二。<ー>東海高校の高ハーズになって。明大って国立だったっけ。<laughs> <laughs> 名古屋大学ね。<laughs> 違うよ名古屋行った時にさ本んくっそもうね終わりのさ老舗のさこうらそうなのやじが俺は名古屋市役所に持ってってさ名刺こうやって「愛知県名古屋市」って言ったら「あ名古屋って愛知県にあるんだ」とか言われて「それあるだろ」うとか思ってそれからねあっそうなんですねめっちゃプライド高いねああの人三河ですからみたいな。あ豊豊さん三河ですからみたいな。 今は言わな、ね、い中の人なんか言,言ったからね本当にあそうです三川ですからってめっちゃ馬鹿にすんでへえ堤康二郎のね妾、はい、で後々本妻になる人のえ子さんで義昭西武グループの総帥が弟に取られて自分はそもそも親父の秘書やってたのに反発して東大経大学部へ行ってその共産党入党するような人、はい、で辻井隆っていう名前であのサッカーにもなって。 てだからそういう才能もある。あ、経営者で作家、どっから聞いたことあるぞ、<お>あれ、えー。いや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 もったかさん作家なの。<laughs> ちょっとちょっとちょっと。しかも経営者なの、今。<laughs> いや、だった、だった。<laughs> 転生したら YouTuber だったけみたいな。ごめんなさい。で、そんで、その、堤さんは、はい、その後、あの、堤義明さんから、うん、流通部門だけ渡されるわけですよ。 それが、もうセーブストアからね、セゾングループにして、パルコを作って、ちなみにパルコって、なんだっけあれイタリア語か。イタリア語で公園って意味ある。うん、公園通りやから。だから、あの渋谷のあそこ公園通り。通りへえーマミ知識。<laughs> 初めて知りました。 へえ、なんか公園があったのかと思って <laughs> <laughs> だからパルコを作って、ね、あそこまで大きな。しかも百貨店は一時期日本一の三越しになったからね。池、うん、袋だけどなって俺は思った、うん、ごめんなさい、池袋の当社は,はね、なんかまあ西竹百貨店とか言われたからね、ばかりされて、西竹百貨店池袋店とか言われたけど。<ー>でもまあ、いわゆる、いわゆる西部文化、みんなはちょっと肌感覚でわかんないけど、うん、当時はね、やっぱりセ、セゾン、西部っていうか、セゾン、ごめん、西部じゃなくて。 あの結西部ってほら池袋新宿からあ,のあ,のあっちの埼玉行く方のあれでしょだからその自分はあのそっち引き継いでないけどやっぱりあの田舎臭い電鉄だってイメージがあるからそれを跳ね返して自分が持ったあの自分が任された流通部門は都会的でおしゃれでっていうような本人も東大のねあれ出てたりそっちをあのフランス文学とか好きな人だからそっちの方におしゃれなブランドを作っていこうっていうんでもう本当にバブルの頃にはセゾン文化っていうのは本当にね 一を風ししたし作家の俺もしくさせていただいてる林真理子先生もともとイラストレー、ごめんなさいあのコピーライターだったけれども、はい、彼女があの世に出たのはあの西ブ百貨当時西ブ百貨店てあのあ,あのコピーかあのコピーくつろいで何だっけ,ななんだっけえっ、ー、とねあれ,あれで世に出たあれでコピーライター大賞もらったんだよねえっ、ー、とくつろいでで作ろって。い、ね、いっぱい、うん 当時そういうのやって、ねなんかサントリーとセゾンってそういう、うん、なんか文化的な感じ。だった、ね、そ,うそうそうそう。なるほど。高校大学の頃がピークだから、うん、そのバブルのピークで、本当にセゾンって。セセブ百貨店って中に入ってるブランドもおしゃれだし、うん、とか、東急はどこまで行ってもなんかダサいし、うん、みたいな、その中で、今でもダサいけど東急は。うん、<laughs> 東急はな、ちょっと違うんだよね。え、うん、だから、はい、そういうことがあって、その、特にだから。 伊藤正敏さんとか、その、清水さんとか、仲間だから、うん、あの辺はね、なんていうのそういう、コンペジターではあるけど、喧嘩はしないんですよ。うもう本当に、だから、バチバチやってるのがダイエーと、あの、セゾンで。それこそ、一番有名な、だからダイエーなんか、そのさっきの松下電器ね、1960年、うん、その、松下電機の、要は、 今でも希望小売価格とかもなくて逆に本当に小売が決めるけどね、当時はその希望小売価格で低価の15%引きましか認めないっていうそのメーカーの方が強かったわけだから、それを大英は20%引きで売って、その松下幸之助さん大学とさせてこう取引停止になるわけです。その前の年は顔石鹸、今の顔ね、当時は顔石鹸、顔石鹸と取引停止になり、自分で その第一品と組んで石鹸を作って安くするあのテレビまで作って59,800円かなんかで売って、えー、当時はだからそのあれがないからねあの家電量販店とかっていうの全部この人たちがやっていたので、はあ、大芸はずっと松下の取引を,をや,やめていて最後忠実屋を買収するんだけど忠実屋は松下とのその取引があったからそれを引き継いで松下こ之助が死んだ後だけどね。へ<ー>三振りにへ 大がもうそ,その時はもうそれこそビッグカメラが出てるから多分大英はもうもの作ってたもの作ってたメーカーの人間だった方と言わせてもらったのはやっぱりねものづくりに対する、ね、リスペクトないんだよこの流通の人たちっていうのは。うん あの言葉やらずに言わせてもらうと彼らは右から左なんです彼らは彼らで自分たちの仕事のやっぱりあの価値を見出してプライドを持ってるんだろうけどこちらから言わせたらね人が作ったものを店頭に並べてるだけだろうとここまで出かかるわけすっごいこと言われてね値引きとかされたりとかねさっきの松下の話で思い出したけどもそれはもう俺の時にあのもっと過去の話だけれどもさいろんなもう値段交渉してさもうあのとかいろんなんしてグ,グググっとなるんだよね本当にね だからうちの味なんかチラリーと言ったあのいや俺が若い頃この担当する前だけどなんかダイエーとかがこう来のいろなメイシーズが先の味じゃんけんのダメになってとかで、はい、日本でも何でか分かるかって言われて、うん、分からないですよね付加価値が低いからだやってることのつって結局安売りする特にスーパーなんか安売りするそ,そのうち見てる大潰れるぜって言ってたのは、うん、結局あのそうあの彼らは今言ったようにあの右から左の中のこのあらりが薄いから、はい そこで、もともと新しい新興企業だった時は社員の給料安いんだわ、つって。日本はあの、今は崩れてるけど、当時はね。はい あの年功序列だからそのうちお前をだから月20万で雇ってたやつがまあ部長になったらお前月50万渡さなきゃいけないそれでねそいつらはなんだっけやめてくれりゃいいけどさいるわけだろうっつってそれはコスト甘わようになるに決まっとるっつってねうんだから業態論とは別の意味でねあのもう延々と小売りっていうのは新しいあの企業が出ては消え出ては消えっていうのはそ,それもあるんだわっつってねうちの味言ってたらだからそれに対してメーカーっていうのはねやっぱりね常にね開発してあ,のあらり大きいから儲からない最終利益の低い大洋製とや製紙業 でもね、やっぱりいわゆる売上総利益っていうのはやっぱり20%ぐらいあるからねゴールデンウィークはだって一桁でしょ基本ウォルマートはね2桁なんだよねさすがのね<ー>15パーぐらい俺のいたこれ十数年前って確かあった今知らんけど、うん、だって十数兆円の売上があるんだよ世界一のウォールマート、うん、全然違うねもう一つだからそれうちの味がよく言ってたのはじゃあ例えばさっ,き現さっきイオンの売上が13兆円って言ってたかな、はい だいたい企業のいわゆるフリーキャッシュフローが十三兆円。あのスーパーマーケット業界。まあ、スーパーマーケットじゃあスーパーマーケット業界として見たときに十三兆円って言うと、実際には一兆三千億の感覚のメーカーで見たら、<laughs> あのフリーキャッシュフローだとかそういうのを考えたときに彼らは結局はカスり取ってるだけだから、あのガ、ー、スの消費、ね、そういわゆるあの実力で言うとメーカーと比較するときにはゼロ一つ落とせっつってなんかよく言われてたの前にね、企業としてのあの格を見るときにっていうね。<laughs> うん そういえば、大英ってさ、軍艦ビルに入ってたんだよね。ああ、そうだよね、あそこね。よく行ったよ。軍艦ビル、<は>浜松市の軍艦ビルって、要は、州和が持ってたんですよ、はいで。なんで俺がそれを今、なそういえばって言ったら、要は州和って、はい、それこそ当時の、だからバブルのもう象徴みたいな不動産会社で、州和って最後潰れるんだけど、はいはい、これ大英関係するんだけどね、いろいろ。<ー>まあ、あ、そういえば州和に入ってたわ。はい、なんかバブルの象徴だよな、みたいな。うん、<laughs> 軍艦ビルの十何階かに入ってたんだよね。でね、その、州和が関係したっていうのは、うん えーとシ秀ワが当時、まあ、ブバブルの時代だから、はい、忠実屋と稲毛屋の株を買いあさって、うん、スーパーのね要は3社を合併しようとしたわけよシ秀ワも多分なな仲がもう厳しくなってたんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、うん、そこにその忠実屋と稲毛屋はこう抵抗するんですよ<ー>抵抗して新株発行して、うん、要は株の希薄化を起こして合併を阻止しようとするんですこれで要はシ秀ワは裁判に持っていくんだけど 結果、要はだから、日本の新株発行とか有利発行に関しての判例はこうで作られたっていうふうに言われる、稲毛屋事件っていうんです。<ー>で結局、中日屋、稲毛屋は認められなかったんです。なだって、不平等じゃないな、ね、新株勝手にね、発行して、その買収。だったら上場するんなって話じゃない。その、だけど、バブルが崩壊してしまって、中和、はい、はもう資金繰りは厳しくなる。大英、はい、がすかさず、うん、その中和に貸し付けをして、中日屋の株を担保に取って、中日屋を買収するんですよ。 中日屋は本当はイオンと一緒になりたかった。イオンと一緒に<ー>あの持ち株会社みたいなのを昔作ってたことがあるんで。はい、稲毛屋の株は、あのー、シュはまだちょっと持ちつけてたんだけど、うん、稲毛屋は結局イオンに売るんです。最終的に大芸をまたイオン取るから、まあ、まあ、<ぜ>結果中日屋も全部イオン。うん、が、その中藤さん。え堤さんは、はい、それこそさっきお父さんのって言ったけど、うん、世界一のホテル、 当時、うん、インンターコンチを買収すするんですね<ー>これは西武弟はだってプリンスホテル持ってるじゃない、はい、そこに対するなんかこういろんな思いで買ったんじゃないかというふうに言われている、うん、結局だからそれもその東京シティファイナンスだっけか、うん、あのセゾングループは。で1兆2,000億のさ最後借り入れ。 で、ええー、道もさ、っき行かなくなって、うん、今度イオンが最後まで残ってた声優、うん、要は北海道だけに。旧店舗かなんか残ってた、うんえー、北海道の声優を買うんですよ。うん、コープ札幌と、なんだっけな、あそこの、北海道だけ強い、なんかセイ、せい、成功じゃなくて、成功窓、なんか分かんないけど、成功窓か、だったような気がする。はい、今回イオンが、それを、その声優を手に入れることで、勢力図が変わるかもしれないっていうふうに言われて。うん、ようやくじわ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 、今やってくる、すげえな。そうですね。 それこそまあまあ淳田で喧嘩するわねまあでもうん、うん、で中内さんっていうのはその当時立レン中のこうなんかリストで経団連の副会長になるんだけど、はい、まあこう言っちゃ悪いけど流通業界とかをこう下に見られるわけですよ中高長大のこうねうん、うん、日本社会からいくと流通業界からスーパーのその社長が経団連副会長なら俺から見りゃんなどうでもいいだろうとか思うんだけど。<laughs> うんうん っていうぐらい、大英っていうのは、その飛ぶ鳥を落とす勢いみたいな、はい、それこそね、福岡大英ホークスをやったような人だったので。うん、それこそだって、ハワイのショッピングセンターとか、ハワイだとアラモアナショッピングセンター、アラ,はい、アラモアナも大英が買ったからね。ねうん、そうなんですか。はい もう最後だから借金3兆円であのねバブルでこうやって何でも上がる時は別にどん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 それを繰り返していく週学もそうだしねそうだったけどそうは今夜がおろさなかったんですよでもいい人だった俺は中尾さん結構好きだったけどね俺はねあの主観仲良くて「へんへこういう喋り方するのほんとに「まあまあまあみたいななんかちょっと入れ歯が入ってるみたいな抜けたような喋り方するの。俺は結構好きだったな めずさいとこもあったときは、んだったけな、あの、ほら、あの、ほら、ダイエーホークス優勝してもさ、あの、ほら、ビールかけはもったいないからとか言って、あの、水、水、水でやれだとかさ。<laughs> えそうそう、だからさっきの、その、メーカーとは違う、その、っていうのは、 なんかこの間ビールの時に話したけどバーゲンブローっていう安売りビールを売ろうとしたんだけど結局だから4日ぐらいかかってこうやって流通に時間かかってその時間かかったビールなんかくそまじいじゃん、ね、あの人たちはもう3日以内になんとか出そうとかって言って神経そぞいてるけど、うん、そういうだから多分心はないんですよ徹底した現場主義この人もあの時も言ったけどだからさあの大英のそうは言ってもそれでも大英のなんだっけシニアバイヤーののと話してて晩飯食ってる時に ちょっとね、あのだから2番手なその本部長の次のシニアバイヤーだったんだけど話してて割と仲良かったから「うん、いやでもコント小売業も大変ですね」って安売り競争してっつって、ね、じゃあ最後はもうタダで配るしかないですねって言ったらさすがにムッとされて「井川さんそれはちょっと言い過ぎだ」とか言っそこの根底にはメーカーがものづくりにかけている開発、うん、マーケティングね,ね、うん、あの企画もちろん製造工程の生産技術だとか、うん、そういうことに対するねやっぱり、ね あのリスペクトが薄いなっていうことがが根底ににあったたわけよ俺らも別にね皆さんいかかでしたかこの動画では日本の小売業界の歴史や主要企業間の競争さらにその背後にある経営哲学や人物関係が深く掘り下げられていて非常に興味深い内容だったと思った方は高評価を特にジャスコゲンヨンヤダイエーセセゾングループといった業界を代表する企業が どのような戦略や価値観を持って発展し、また衰退していったのかが多面的に語られていた点が印象に残ったと思った方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ジャスコの創業者である岡田拓也氏や伊藤洋華道の伊藤正俊氏が築いた協調的な関係性の一方で、中内勲氏、大英創業者、八角義明氏、西武セゾングループがそれぞれ独自の路線を進み、 競争に明けれれた背景が描かれています。これらの人物たちの間にある友情対立さらには戦略的な駆け引きが当時の業界の勢力図を形成していたことを知ると企業経営が単なるビジネス戦略以上に人間関係や個人の信念に影響される面があることがよくわかります例えばジャスコが掲げていた「上げにもけず下げにもける」という経営哲学は。 過度ななな拡大ををを避けながら着実実に成長を遂げるための堅実な姿勢を示しています結果的にバブル崩壊や景気低迷という困難な時期においても柔軟に立ち回ることで存続し最終的には4モールのような郊外型ショッピングセンターの成功に結び付けたのは隣年の,の実践によるものでしょう一方ダイエはパチ神話の信念のもとに積極的な土地取得と出展を続けましたが それが結果的に過剰な負債を招き経営の失速をもたらしました中内氏が描いた西の大英東の西友という構図も長期的には成り立たず企業規模の拡大が必ずしも成功を保証するわけではないことを物語っていますここにはバブル期特有の拡大志向とその限界が如実に表れていますまたセゾングループのに義昭氏が築いた「セゾン文化」 も興味深い視点を提供してくれます単なる小売業ではなく文化やライフスタイルを提案するという新たな価値を創造した堤氏の戦略は当時の若者を中心に支持され一時代を築きましたしかし彼がフランス文学や文化的な活動に傾倒する一方で経済的な合理性や持続性が軽視された結果 バブル崩壊後の業績悪化を招いたことも事実ですこの点は企業経営における文化的価値と経済的価値のバランスを考えさせられます全体を通して小売業界における成功と失敗の要因が経営者の哲学や時代背景さらには地域社会との関係性に深く結びついていることがよくわかります同時に 当時の日本経済を支えた小売業の成長と衰退が単なるビジネスモデルの成功失敗ではなく文化や価値観さらには人間関係によっても大きく左右された点が印象に残りましたこれらのエピソードは現代の経営や地域活性化を考える手でも多くの示唆を与えてくれるものだと思います。